まあ、そんなになんか特別な、めちゃくちゃ、自分にとって思い入れのある一戦にはなりそうな感情ではないですけど、今は普通にいつも通り準備してやってるんで、まあ、まあそのままいつも通り準備して、試合に臨めればいいかなと思ってます。そうですね、まあ特に大きな変化なくやってます。まあホームで練習してる中で、まあその勢い持ってるんで、せっかくだから、まあそれを維持して、まあ、ホーム7連勝っていう風にいきたいところですけど、まああとはチームとして、まあ前節の反省というとか、まあいろいろそういうのを、そういう課題をクリアして、まあいいゲームにできるようにとは思ってます。まあもちろん強いチームですし、簡単には勝たせてくれないチームだし、まあ難しい試合になると思いますけど、まあホームで今強いんで、うちが、まあ、ホームのサポーターの声援を、まあ自分たちの後押しにして、勝てればいいかなと思います。まあシンプルにサイドからの攻撃とか、サイドで、相手はまあ数的より作って攻めてくるんで、まあそういうとこと、まあ、あとは、まあ、フィニッシュのところ精度高いんで、まあ、そこでうまくディフェンスの人たちを、しっかりボールに行かせて、守備をするっていうところは、気をつけてます。まあ、最後まで、チームの勝利のために、全力出して頑張るんで、いつも通り、熱い応援よろしくお願いします。いやもうフランス戦の悔しさを晴らそうと、それしかないですね。まあ、7連戦は本当にあの選手が、タフにやりきってくれたと思います。まあ、でも、その中で、ルヴァン勝ち上がれなかったり、最後ラーセで負けたり、本当そういう悔しさしか今残ってないので、あの今それをエネルギーに変えて次に向かおうというような状態になっているかなと思います。まあ、実際、自分たちがやろうとしてたことがどれぐらい、やれたのか、あるいはできなかったのか、ちょっと数字的なものも合わせて選手には説明しました。で、まあ、そうは言っても、ゲーム終わった時はね、もう少しやっぱり前で取りたかったねっていうところが、一番の、まあ、反省点かなと思ったんですけども、よくよく試合見直してみると、必ずしもそうではないと。それ以外の部分で、もっと我々がやるべきことがあったっていうところは、選手に伝えました。まあ、もちろん、守備でもっと前からっていうのも当然あるんですけれども、そこばっかりにフォーカスすると、またこれから夏場の戦いで、チーム全体のオーバーランスが崩れる可能性もあるので、まあ今そこをしっかりと整理して、トレーニングに臨めているかなと思います。もう際のところですね、オーソドックスな戦い方をしてくるチームですけれども、やはり点を取る作業、あるいはゴール前を守る作業っていうところに関して言えば、やはりもう J リーグ随一だと思いますので、本当その際の部分で、自分たちがどれぐらい相手を上回れるか、ね、そこがポイントだと思います。まあでも前回も、もちろんシステム云々いろいろありますけれども、結局やられたのはもうセットプレーです。やはりそういうところで彼らはスコアを動かすし、逆に言うと我々はそういうところで動かせなかったという事実は前回対戦であるので、まあ、今我々がやろうとしていることっていうところに、もちろんフォーカスはしつつ、本当に先ほど申し上げたように際の部分でどれぐらいやれるかというところだと思います。いや別に特別な感情は今はないです。今はもう本当にこう粛々と、次の鹿島戦に向けての準備ということで、チーム全体が動いているし、団もその中の一員として、粛々と準備をしてくれているので、まあ最後いろいろセレモニー等あると思うんですけれども、そういう時にはお互いがね、いろんな感情は湧き上がってくると思いますけれども、今何か特別に思うことっていうのは本当に何もありません。いやそう言ってくれれば本当に頼もしいですよね。いつも通り準備してくれてるのも今目の前で見てるので、本当何ら変わることなくしっかりやりきってくれると思います。